濃いですか？アメリカナマズ。餌は何ですか？ザリガニ。ああ。むくんですか？いやいや、一匹もそのまま。ああ、それでアメリカ、あれだ、アメリカナマズ食べちゃうんだ。いいですね。もう、田んぼの中もうザリガニだらけだから。はいはい。ザリガニ取らないといい。逃げやられちゃうんで、まあ、できないですけどね。餌は困らないですね。餌はあるなって思って。いや、すごいわ。相当いますよ、これ。そうでしょうね。バス？バスです。バス、バスいるかな。でアメリカナマズのオンパレード。今週も霞水系にやってきました。今週もなんですけれども、場所は毎回微妙に変えててね。ここは今シーズン初めてやる場所ですね。まあ勝手知ったら霞水系なんでやることはそんな変わんないんですけれども。昨日はうちの家はね、もう氷が降るような豪雨が午後にありまして、こっちもまあまあ降ったんじゃないかな。まあなんか、まあ、例によって濁ってますね。まあ毎回濁ってるんですけれども、今日も濁ってると、まあ、致命的な濁りじゃないんで大丈夫だと思いますね。ちょっと水面はゴミが多いかな。今週もね、トップウォーターのフライデーバス、そしてチャンスがあったらね、ブルーギルダービー、一人ブルーギルダービーですけれどもね、こういうでかいのが釣れたら正式に応募しようと思いますけれども、まあ今のところこの辺で一人で頑張ってます。ブルーギルのピチョってバイトがあったらね、フライをブルーギル用に変えてちょっとブルーギルのサイズアップを狙ってきます。今のところね、今年のブルーギルの記録は16センチということで、先週は11センチしか釣れなかったんですけどね、まあ16センチオーバーをなるべく狙いたいですね。天気はこんな感じですね。晴れ時々曇りって感じですかね。時刻が12時15分、お昼ですね。お昼スタート、どうでしょう、やってみます。よしよしよし、ブルーギルだろう。いきなりブルーギルポッパーで釣れた。やった。はい。はい、早速人、あ、これは16センチを超えたかもしれない。はい、ポッパーで。いや、ちょっと早速一人ブルーギルダービー。フライを変えなくてもポッパーで釣れたのが嬉しい。どうだどうだ ?16 センチ超えるか。10、1、2、3、4、5、6、7。はい。17センチ、やったはい、一人ブルーギルダービー。はい、ちょっと、17センチやりました。はい、記録更新17センチです。はい、あの、レベルが低くて申し訳ないですね。セルフィーした。私は17センチで大喜びですよ。やった12時27分確保。ブルーギル17センチでした。やった。いや、なんか魚が釣れると安心するよね。魚が釣れると安心。今流れに逆らってきてよかったな。流された方が楽なんでね。いいとこ入ったよ。よし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 、コバスゲット、コバスゲット、コバスゲット、やりました、コバスゲット。はい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 、なんか反応は悪くないですよ。反応は、はい、時刻は12時35分。12時35分確保。コバス君いくつ、あなたおいくつ。お、20にありますね。22センチ。ありがとう。サイズはともかく今んとこ、あれですよ。生命反応は悪くない。悪くない悪くない。はい。ちょっとサイズアップ目指して頑張りましょう。
余裕ちっちゃいな狙ってみるか狙ってみるか。あのセルフィッシュさんのフライを使ってブルーギルを狙うってこれもう3回目です。あの出だしは17が釣れてよかったんですけどね、ポッパーでね。今日はなんか意外と釣れてないですよ。セルフィッシュさんのフライでブルーギル狙ってみましょうね。ちっちゃそうだったなこれがうまく入るかな。ちっちゃいフライの案外あいいとこ入ったんじゃない。よし、あーば、腹筋虫ね。あれは8センチかもしれない。よし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 。あ、10センチはあるな。10センチ、これも11センチぐらいじゃないかな。はい、一人ブルーギルダービー。まあ今日17が釣れちゃったんですけど、一応追加で11、2、あ、13あるんだ。11、2、3、はい、13センチ。10あるよね。13の線上ありますね。もうちょっとこっちか、ギリ13あるんじゃないでしょうか。13センチです。はい、13センチです。やりました。まあ、今日は今のところ17センチの記録があるんでね、まあ、あそこにこれ以上金はいない感じですね。でも釣れると嬉しいブルーギル、ありがとうございます。なかなかこのメジャーで測ると楽しいですね。いつになったらこれが釣れる、今いつになったらって釣れたことないんですけどね。霞水系の僕のね記録がもう20何年か前に 22.5 とかこの辺ですね。この辺に壁があってね、まあ、ブルーギルがたくさんいた時代でこれですからね。で今もうこんなんですからね。しかも数も少ない厳しい時代です。でもまあ釣れるんだからありがたいことですよ。出たあれボーとよそ見してたら出たあーちょっと、うわ小バスくんあれまた君、あの序盤に釣った小バスくんとほぼ似たようなサイズだな。同じやつじゃないよね。あ、ちょっと大きいかな。あらららら、よそ見してると出るんですね。あ、結構体高があっていい小バスくんじゃないですか。あ、23センチ、はい、23センチ、はい、23センチの立派な小バスくん。5時52分確保です。やりました、23センチの小バスくんです。ありがとう。結構いいよね、太っててね。ありがとう。だいぶ時刻過ぎましたよね、動画的にはね。タイムワープしたと思うんですけれども全然釣れない、不毛な時間を過ごしてました。はいはい、なんか小バスで終わっちゃうのかな。最後に逆転あるかな。実質あともう30分ぐらいですね、調光時間ね。頑張ろう。はい、終了です。あの小バスしかいなかったのかな。まあ、パッとしなかったっちゃパッとしなかったんですけれども、まあバスは釣れたんですからね。小バスといえどもバスは釣れたんだからよしとしましょう。本日の釣果は小バスが2匹と、あとね、あの一人ブルーギルダービーで記録1センチ更新で17センチと、あのベイト系が少なかったですね。ベイト系がね、もうちょっとベイト系があるところでやらなきゃダメですね。ちょっと今日はあのフローターを浮かべる場所を失敗したかなという感じがしますけれども、まあ小バスが釣れたんだからよしとしないと、霞で釣りなんかやってられないですよということで、はい、あんまりパッとしなかったけれども、一応バスは釣れたから OK です。はい、また来ますよ。次はまたちょっと違う場所にしましょうね。ベイト系がちょっと少なかったな。